今回ご紹介するのは2011年進水の YF27 です。装備がとても充実した上にメンテナンスもしっかり行き届いたとてもおすすめの一艇です。今年の6月に船体全体のメンテナンスもしていますので、とてもツヤツヤして美しい船でした。とても綺麗ですね。ヤマハ4ストローク300馬力、大きなエンジンがついてます。こちら右舷側の船底ですね。ご覧の通りとても綺麗です。こちらバウスラスターがついてます。ラペラも非常に綺麗ですね。こちら定員は12名です。2ステーションになってますね。こちらバウデッキから撮影してます。上にはフルノのレーダーついてますね。バウデッキ先端には、巻き上げ機もついてますね。バウレールもついて、とても釣りするんだったらしやすいですね。これはこうロープ入れるとこですね。こちらのフロントのシートも黒色のシートも一緒についています。こちらこのような形でウォークアラウンドになってます。ロッドホルダーもたくさんついてますね。こちら右舷の、ライトですね。LED のものが設置されています。こちら後方部分の LED のライトになります。こちら左舷です。こちらも同じように LED のライトがついています。こちらライトと、中央にフルノのレーダーもついてますね。こちらオーニングです。スパンカーですね。黒色で統一されて非常にかっこいいです。こちらバッテリーです。2バッテリーですね。メインスイッチはこちらになります。こちらキャビンの中です。非常に広いですね。こちらスライドがついてて、快適に移動できると思います。こちらコックピットになります。とても整備されていて使いやすそうですね。こちら上には通気口もあります。こちらモニターがついてます。これをスライドしてデッキに表示させることができるようになってるみたいです。魚探ですね。このような形で、外からも魚探見れるようになってます。すごいですね。使わないときはこのような形で格納ができるようになってます。非常に機能的です。
ピットパネルです。右がレーダー、左が、魚探がついてますね。それコックピットのリモコンになります。エンジンの使用時間ですが、現状で287時間になってます。こちらはスイッチですね。こちらコックピット左下にスラスターのレバーがあります。こちら、コックピットから1段降りて、とても広いスペースがありますね。こちらの左奥にもですね、非常に広いスペースがあります。キャビン内、こちらですね、風取りがありますね。こちらがちょうどコックピットの下あたりになるんですが、大人二人がゆっくり、横になれるぐらいの広さはありますね。とても広いです。こちらトイレですね。電動のトイレが装備されています。スペースも非常に広いです。こちら後部デッキですね。とても広いです。こういった形で要所要所にロッドホルダーがついていますので、とても釣りもしやすいと思います。ちょっとした収納もありますね。でこちら電動リールの電源、こちらから取れるようになってます。同じく、左舷、あと、前方にも計3箇所こういった電動リールを設置できるようになってます。こちら清水タンク80リッターがついてます。こちらの蛇口から清水を出すことができます。で、奥、こちらのホースからですね、海水を出すことができるようになってます。まあ、魚釣った時とかとても便利ですね、こういったのがあれば。こちら、生けすがあります。とても広いですね。形ですね。こちら2箇所、収納がありますね。こちらですね。廃屋仕様。ガソリンタンク何リッターぐらい入る？350リッターのタンクがついてます。こちらエンジンカバーも一緒にお付けしてお届けさせていただきます。非常に大きめのスパンカーついてます。こちらも広いですね。こちらステップとラダーもしっかりついてます。今年6月に塗装を含めた船体のメンテナンスとエンジンのメンテナンスが終わったばっかりのとても美しい船になっています。全額納品も受けたまわります。ぜひこの機会にお問い合わせください。